静岡に興味津々。海外出身の2人が静岡の魅力を再発見。アマンダ、ジークさん、今回もよろしく。ラ・ブラリ静岡。2人のふるさとの農産物といえば、ブラジルはアサイとか、インドは小麦が多いよ。農産物が豊富な静岡県でも農業の担い手が減少しているの。あー大変じゃん。農家の減少を食い止めるため、県では頑張る新農業人支援事業を行っているの。そこでその制度を利用して頑張っている農家を訪ね、実態をリポートしてちょうだい。オッケー。頑張る新農業人支援事業とは、県内で自立就農を目指す青年に農業技術や経営ノウハウなどの実践的な研修を支援、次世代の農家を育成しようという制度です。2人は掛川市の農家へ。おー、トマトのいい匂いがする。すごい、トマトいっぱいだねこれ、うん、トマト生産者谷川学さん、6年前制度を利用してサラリーマンから農家に転身。現在は7人の従業員とともにこだわりのトマトを育てています。サラリーマンの時には目標設定ができずに、なんか悶々としていたんですね。自分でいろんなことができるかなと思って農家をやってみることにしました。すごいチャレンジャーですね。1年間の研修で農業の基礎や心構えを学びました。楽しいですね。毎日ね、顔を見ながら管理してます。うまくいけばハッピーだしそうじゃないことがまあまあ多いんですけれどもね。でもまあそれはそれで、次回の勉強だと思って頑張ってます。ここで2人も収穫体験。真っ赤なやつ取っちゃおう。うわ、美味しそう。こっちで、ヘタをこっち。はい、OK です。大好きなトマト初めて取りました。美味しそう。えい、贅沢。いただきます。いただきます。さてさて、お味は。うーん、甘い。おいしいこんなおいしいトマトが食べられる農家なんて羨ましいね。これからの目標って何ですか。 おいしいトマトをもっといっぱい作ってたくさんの人に届けられるように頑張ってきます。6月30日まで研修生を募集中。募集地域と品目はご覧の通り。応募方法など詳しくはこちらを検索。農業に転身したいという方、ぜひどうぞ。静岡県広聴広報課がお送りしました。